皆さん、こんにちは。そして、さっきぶりの人はさっきぶりでございまーす。はい、そんな感じでね、やっていきたいと思います。クリスタルタワー初見ですね。はっ！かかったな。身動きが。どうした、レイン。この空間は、ビジョンはお前の力で現出してるのだろう。自力で脱出できないのか。体が勝手に思いを受け止めるんだ。ちくしょう、動けない。しっかりしろ。この声は、これもビジョンの出来事か。この世を闇に変えてはならぬの。同じ思いの仲間に、この世界の人に救われた。よかった。お前が囚われたままだったら、俺はこのビジョンの世界中、助ける方法を探すつもりだった。ビジョンの仲間の力なしに一人でこのままのすくつおうか。それじゃあ友達だぞ。勝った。本当はといえば、お前の力で呼び出されたビジョンだろう。何なんだろうな、この力って。俺たち本当に知らないことだらけなんだ。嫌だ、戦いたくない。嫌だ、戦いたくない。嫌だ。よくここまで来たな。しかしもう闇はそこまで来ている。手遅れだったな。はははは、死ねえ。魔王ザンデ。なるほど。とりあえず集中してみよう。これ耐えれるのかな、そもそも。いい、削れない。強い。やばい。やばい。強いよ。どうしよう。強い。強いよ。どうすっぺかな。レジストやんけ。次メテオ、次メテオなの。次メテオとかマジか。もうねえ、メテオ反射しないのかよ。そういえばそんなこと言ってたわ。うつのさんが、うつぎさんが、うつのさんとか言ってた。混ざっちゃった。うつぎさんが、うわこれちょっときついよ。忘れてたわ、メテオ反射しないって言ってたわ。うーわ、終わった。マジきつくないこれ。無理じゃん、オリキャラじゃ。辛いよ。やばい、充電をしていたがもうすぐに 10% になったので、ボコボコに倒そうと思う。はい、そっか。
んないのかな。簡単だ。いや強いな、強いなっつって。破られた、まあ平気ですね。まあボコボコですよこんなの。ボコボコですよ。やべ、いろんな効果で見えなくてやる気できなかった。やべやべ、痛え、あぶねえ。集中し忘れてた。まあいいっすよ。ケアルガン、やばい、これ復帰危ないんじゃないの。あー、テント使うの忘れてた。やべやべえ。いつものやつやっちゃった、私。いつものバカみたいなやつやっちゃった。やべえ。やべえやべえ。これは嫌な予感しかしない。うわあ。関係ねえや。以上で、エクスビアスの放送は終わりですね。はい。というわけでご視聴ありがとうございました。